ハダースフィールドタウンアソシエーションフットボールクラブはイングランドのウエストヨークシャー州ハダースフィールドをホームタウンとするイングランドプロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブクラブカラーは青と白1908年8月15日に創立フレッドウォーカーを初代監督に迎え9月2日にブラッドフォードパークアベニューとクラブ最初の試合を行い1000人の監修の前で ブラッドフォードを2から1で破った。1920年代にイングランドのクラブとして初めてフットボールリーグで3連覇を達成している。1950年代後半にはビルシャンクリー監督の下でデニスローやデイ・ウィルソンなどが活躍した。現在のホームスタジアムはハダースフィールドのカークリーズ・スタジアム。2016から17シーズンにチャンピオンシップを5位で終え。 昇格プレイオフを勝ち上がり、45年ぶりとなる一部昇格を決め、プレミアリーグ初昇格を果たした。2018から19シーズンの3月30日、第32節のクリスタルパレス戦で敗戦し、16位のサウサンプトンと17位のバーアンディがそれぞれ勝利したことにより、残り6試合でプレミアリーグ降格が決定した。また3月の時点での降格は、 史上2番目の速さの記録である2019から20シーズンは開幕から3試合に勝利が続き8月にヤンジーベルトを解任9月9日にリンカーンシティの監督だったダニー・カリーが就任した1923-241924-251925-261969から 701979から801921から2219221994から952019から20。シーズン基本フォーメーショングラバラ1スタンコビッチ27シンドラー26トフォロ3シンプソン17チャロバー8ホック6バクーナ7グラント16オブライエン39ムニエ242020年1月15日。現在。 カッコ内の国旗は、その他保有国籍、もしくは市民権、星印は EU 県外選手を示す。インアウト20世紀21世紀詳細は、カテゴリー、ハダースフィールドタウン FC の選手を参照。ありがとうございます。